1月15日国立競技場でラグビー日本選手権が行われました。神戸製鋼はベテラン平尾のトライに始まり、総合力で大東大を圧倒、102対14の大差で日本選手権7連覇を達成しました。しかし2日後の阪神大震災で会社もラグビー部も大きな被害を受けましたが、2月19日秩父宮ラグビー場での日本代表対トンガ代表のテストマッチに堀越元木選手らが元気に出場しました。ゲーム開始3分でトンガのスクラムトライを許し、続いてペナルティーゴールも決められ8対0とリードされます。日本も風上を利してペナルティーゴールを2つ決めて、前半は6対8、勝敗は後半戦に持ち越されました。後半早々トンガは3ペナルティーゴール1トライを挙げて24対6と日本を引き離します。しかし日本もフォワードが頑張り、速いサポートからバックスの連続攻撃でトライに成功。前半と見違える日本の力強い攻撃もトンガのゴール前の防御網を突破できません。やっとゲーム終了寸前に日本は持ち前のスピードあるパスを回し右隅にトライ。結局日本は16対24で敗れたものの、スピードを生かした縦縦横攻撃の充実が5月南亜連邦で開かれるワールドカップへの課題となりそうです。